コアゼガヤツリは、水田などで普通に見られる小型のヤツリり草属の植物。コボをつける枝が賑やかなのが特徴。コアゼガヤツリは、単子用植物、ヤツリり草かヤツリり草属の多年層。湿地に生える柔らかな植物である。根茎は横に生い、節々から家計を立てる。根茎の様子は変化が多く、長く伸びる場合もあり、特に湿地ではよく広がる。 その場合には、家系の根元の葉が発達しないことが多い。また、ほとんど横に広がらない場合もあり、その場合には、家系の根元の葉がある程度出る。全体に、黄緑色で、艶がある。家系はほぼ直立するが、柔らかくて頼りない。高さは20から50センチメートル、断面は三角。先端に、単一の果樹をつける。その基部からは1から2枚のツトが出る。 筒とは、細い養生で、長いものは、果樹の枝より長くなる。果樹は、長さ5から10センチメートルくらいの枝が10から20も、出て、それらは時に、家形の先端から、くす玉のように広がる。この数は、小型のカヤ釣り草の中では多いものである。それぞれの枝の先端に2から3個ほど登場に集まり、あるいはさらに短く、枝が出てその先にこぼをつける。こぼは、 長さ5から10ミリメートル、線形で扁平、赤みを帯び、10から25個の小花を含む。輪片の先端はわずかに棒状に突出する。果実は東乱型で、断面は三角、中東は三列する。急降電の小アゼがやつりの群落湿地に生える。水田にもよく出現し、アゼや周辺の溝にも出る。背の低い群落を作ることが多い。蒸気のように変異の幅は広い。 ホフクえの出ないものを、ツルナシコアゼガヤツりという。これは少し、前までは取り上げられてこなかった。団地に分布し、本州、四国、九州、琉球列島では普通種である。国外では、アジアの熱帯域からオーストラリア、太平洋の諸島、アフリカ、マダガスカルにわたる分布域を持つ。外見的に非常によく似たものに、ヒメガヤツりシー、テニースプカストドがある。 家系の様子や家女、コボまで非常によく似ている。大きな違いは、この種が一年草であることで、また根形は発達せず、五副系もなく、少数の茎が束になって出る点が異なる。ところがこれが実際に、野外で見ると、以外に区別点として使えない。年を越すかどうかなど、見てもわからないし、小須がやつりでも根形がはっきりしない場合もあるからで、ある。 ほふくがあれば、小アぜがやつりであることがはっきりするが、わかりにくい場合もある。その場合の一つの決め手になるのは、コボの鱗片の付き方である。小アぜがやつりの場合、鱗片は互いに密着しているので、その間からコボの主軸が見えることはないが、ヒメがやつりでは、鱗片の間から主軸が見える。なお、小アぜがやつりヒメがやつりともに別名を、水花火ということがある。 これは水辺に生えて、その果女の様子が、線香花火の火花が飛び散るように似ていることに由来するという。名前の上では似たものにアゼガヤ釣りもあるが、こちらは果女の枝がそれほど発達せず、ほやつとが水平に広がらないので随分見かけが随分異なる。コボはアゼガヤ釣りの方が随分大きい。 背丈はむしろ小アゼガヤ釣りの方が高くなることもあるが、アゼガヤ釣りの方がしっかりした草である。水田雑草ではあるが、それほど繁茂するものではなく、また、水田内部に広がることは少ない。ありがとうございます。